飯田さん、この外野守備で、この選手うまいなっていう選手、ホークスで指導されてた中では、うん、中村晃なんかはちゃんとやってます。あ、中村晃君は考えて動ける。動いてます。上林君とかどうですか。上林もまあ考えるタイプですね。間違いも多いですけど、うん、彼は本当に肩が強いんでホームで刺したいタイプなので、うんうん、前目に守ってますね。